1793年に出された郵便スクーナー線の新聞広告郵便船はヨーロッパと北アメリカの河川や運河で運航されていた国内用の中型貨客船、蒸気船で運航されるものもあった。18世紀から19世紀にかけて頻繁に運航され定期運航が特徴であった。18世紀には大西洋を横断してグレートブリテン王国と アメリカ植民地を結ぶ便にも投入された。蒸気郵便船は19世紀アメリカ合衆国のミシシッピ川ミズーリ側で頻繁に運行され、巡回郵便局などの人員輸送に利用されていた。小型の郵便船は17世紀からヨーロッパの沿岸郵便において頻繁に利用されており、次第に小規模の旅客運行も開始された。少なくとも1629年には、 オランダ東インド会社がオランダのテセルからジャワ島までの旅客運行を実施していた記録が残っている。旅客サービスは非常に限定的で調理スペース、飲み水、寝る場所だけが提供されていた。その後、定期運行が実施されるようになったが、定時運行に関しては気象状況に大きく左右されていた。また、イングランド国王は15隻を使用して、 アイルランドと北米大陸を結ぶ定期便を毎週運行していた。2世紀にわたる小船郵便船の発展により、以下のような様々な船手が郵便船に投入された。すなわち、スクーナー、ブリガンティン、スループ、カッター、ブリック、フェラカ、ガレー船、ジーベック、バークなど。そして、その完成型がクリッパーである。当初、郵便船は、 公文書用として知られていたが、戦時中においても民間の郵便にも利用されており、民間船を借り上げて使用することもあった。また、民衆は郵便船の到着を待ちわびており、その乗組委員と船長はしばしば報道の対象となった。南北戦争中の1863年には郵便船マーシャルが南軍の将軍ストーンウォール、 ジャクソンの遺体を埋葬のためにリンチバーグから聖火のあるバージニア州レキシントンまで輸送した。典型的なアメリカ合衆国の運河郵便船は運河に合わせて船体が約14フィートと細い割に長さは70から90フィートと長かった。1825年、モホーク川沿いにエリー運河が開通した際、旅客需要が急増したが、 当時の旅客定員は60名であった。高速で動ける小船と異なり、エリー運河における郵便船は2、3頭の馬によって動力を得ていた。それでも陸上移動に比べるとこの運河郵便船の方が所要時間が半分にでき、しかもより快適に移動することができた。例えばニューヨーク市からバッファローまで小船と郵便船を併用して10日で移動することができた。 また、エリー運河とその自然風景を楽しむために、郵便船を利用する者もいた。数千人がこの郵便船を利用して、オハイオ州をはじめとする合衆国中西部へ移住していった点は、注目に値する。また、アップステートニューヨークの住民にも利用されていた。フェアチャイルド社によって開発された C-82 パケットという騒動機はこの、郵便船に由来する命名がなされた。 当初はアメリカ陸軍航空部隊、後にアメリカ空軍で使用され、第二次世界大戦後に活躍した。バタビア、エスヒストリー、ガバメント・オブ・ウエスタン・オーストラリア、2013年11月12日、閲覧。ブリニン、ジョン・マルコム、ザ・ツウェイ・オブ・ザ・グランド・サルーン、A ソーシャル・ヒストリー・オブ・ザ・ノース・アトランティック、ニューヨーク。 デラコートプレス、ピアニッシモ、6、LCCN74-16484、A コレクションオブボイジズトラベルズ、監視スティング、オブオーセンティックライターズ・イン・アワー・ウンタン。Google Books、P120、2020年6月20日閲覧。ベボラ・フィッツ、ハル・オブ・パケット・ボート・ザット・キャリー・ド・ジャクソン、S ・ボディ・イズ・プロテクテッド。 シビルウォーニュース2008年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年11月22日閲覧ありがとうございます。